今日皆さんこんにちは。今日はあんまり全電池ないし、時間がないから、もうすごい早く全部を言っちゃおうか。ルカの今日の服、今日はまずはこのズボンから、この iPad ミニを持っていかなきゃいけない。でも今日はカバーないから、でこのサイズがちょうどぴったりここに入ります。だからこのズボンをベースにして、その上に何が合うかなっていろいろ試してみた。このズボンは青くて、で結果はこうなりました。このシャツです。実はこのシャツはもうずいぶん着てなくて、もうね3年ぶりかもしれない。だからこのチャンネルが好きなんですよ。こうずいぶん着てない服をまた着たくなる。なぜかというと見せたいから。でこういう感じで、最近もねずっとネクタイしちゃう。そう、今日は久々にもう開いたままで行こうかなと思って、こういう風に働き込み行きますよ。見えてどうですか。今日はこれです。またサスペンダーでちょっと、今回は後ろ一本前2本のサスペンダーになりました。で今日もまたちょっとオーライレザーを着ていこうかなと思って、こういう感じ。今日も寒くて帽子レッドグローブ。みんななんでこういつもはレッドグローブ、レッドグローブ Look mommy レッドグローブね、いい。今日もあんまり時間なかったけど、なのに今日もいける。皆さんどう思いますか。今日の服はよかったらこう、あんまり良くなかったらこう、お願いします。そうだな。そう、皆さん気づきましたか。ヒゲも昨日剃っちゃったんですね。懐かしくなっちゃって、もうすごいヒゲが欲しい。ちょっとね、なんもねえやんって感じで、まあいいや。以上レッドグローブ暴れよう。